皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションの亀井と申します。よろしくお願いします。今日はですね、こちらの可愛いさくちゃんに来ていただきました。さくちゃんもヨガジェネレーションのスタッフで、働き始めてもう1年3ヶ月が経ったんですけれども、その中で、佐久間良子先生のザベーシックというですね、体の基礎を作るっていうコンセプトのトレーニングがありまして、そちらに去年の秋は1回目はリハーサルに実際にこう参加をしていただいて、で2回目はですね、今年の5月から7月の東京3期にアシスタントとしてずっと入ってくれたので、ちょっとそのさくちゃんにですね、ザ・ベーシックについてちょっと聞いていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、でさくちゃんがまあ2回ですね、ザ・ベーシックに深く関わって印象に残ってることって何ですか？体質って、変えることができるんだっていうですかね。すごい大きなあれなんですけど、それめっちゃすごい、はい、衝撃的でした。それ具体的に何か自身でも変化があったってことですか？なんか特にその3ヶ月間を得て、1回目のですね、一番感じたことは、もともとすごい冷えの体質だったんですけど、ベーシックを続けていると、すごく全身がポカポカしているっていう感覚がこう出てきて、その冷えの体質が結構改善されたっていうのが自分の中ですごく大きかったです。それ、すごい幸せなことですね。はい、なんかこれまでもすごい対策はいろいろしてきて、ヨガジェネに入る前はデスクワークで、ずっとパソコン作業だったんですけど、どうしてもやっぱり足元の冷えっていうのが本当我慢できないぐらい辛くって、もういつもモコモコの靴下を履いたり、足元になんか湯たんぽみたいなのがあるじゃないですか。それを使ったりとか、内側から取り入れるものがいいって聞けば、生姜のお湯を飲んでみたりとか、なんか本当にいろんなことをしてきていたんですけど、全然なんか改善されているっていう感覚がなくって、でもこのプログラムで3ヶ月間ですね、ずっとこう自分の体のと向き合っていくうちに、なんかすごい意外な変化だったんですけど、なんかえって思って、そういえばちょうど秋から始まったので終わったのが冬頃だったんですね。でその冬になって、すごい去年も寒かったんですけど、なんかあれ、私体冷えてないなっていうことに気がついて、その時に何か変えたものなんかあったかなって考えたら、やっぱりベーシックだったっていうところで、なんかそれがすごく自分の中で衝撃的な変化でした。なんかあれですね、なんか飲んだりとか、そのモコモコの靴下履いたりって、どちらかというと外から、なんだろう、取り入れるみたいな感じだけど、ザ・ベーシックは多分もう自分が持っている筋力をこう発揮させるというか、筋肉がもともと持っているものを目覚めさせるみたいのがきっと起こってっていうふうに良子先生も言っていたので、それはあれですね、毎日やっぱりさくちゃんがザ・ベーシックの動き、シンプルなものがすごい多いんですけど、それを続けるっていうことで、その体質が変わるということにつながったんでしょうね。はい、そうだと思います。いや、筋肉が持つ力は本当にすごいですね。そうですね、なんか自分では全然きっと外側のなんかこうこの辺の張りだったりとかが、変わればいいなっていうちょっと期待感はあったんですけど、その冷えに関しては全然その、いい意味で期待してなかった部分だったので、え、みたいな、そんなことにも効いてくるのっていうところが衝撃的でしたね。そうで、ザ・ベーシックって3ヶ月のプログラムなんですけど、さくちゃんがこの毎日続けられたからこそその結果が生まれたと思っていて、その私続けるのがめっちゃ苦手なんですけど、ご存知のとおり。はいはい。なんでさくちゃんは続けられたんですか？いや、私も本当に亀さんと一緒、亀さん、すみません、亀さんと一緒で、続けることがすっごい苦手なんですよ。でもう本当に日記は何冊無駄にしただろうっていう、その
最初のこう意欲だけはあるんですけど、初めの1ヶ月ぐらいでだいたい挫折してっていうことがもうだったので、最初にこのプログラムで毎日宿題が出るって聞いた時に、うんうん、やばいっていう感覚があったんですよね。わ、私これ続けられるのかなっていう、なんかそれがあったんですけど、やっぱり涼子先生がこう毎日私たちがこう日記のようなものをつけているの、うん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 、ものをチェックしてくれるんですね、うんうん、でなんかやっぱそれも涼子先生の目があるっていう、あの見てくれているっていう感覚があるから、あの続けられているっていう部分ももちろんあったんですけど、うんうん、まあ、それに加えてなんかこう週2週間に一遍現地で集合した時に、うん、あれさくらちゃんなんかここか体変わってきたんじゃないっていう、涼子先生のその変化に気づいてくれる、うんうんうん、あの体をしっかり見てくれてるんだっていうところが、なんか自分の中でこうモチベーションになっていたっていう部分はすごく大きかったなって思います、うんうんうん、本当に涼子先生、はい、ちょっと変わっただけでもすごい気づいてくれる、うん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 、はい、ありがとうございます、さくちゃん、はい、あのザ・ベーシックはまた来年の春からですね、うん、あの再開する予定でございます。今涼子先生がちょっとあの、まあ、産休育休中で、うん、90分クラスとかは徐々に復活する予定なんですけれども、ザ・ベーシックは来年の春からまたやる予定なので、もしよかったら皆さんヨガジェネレーションのサイトをチェックしてみてください。またみんながスタジオに来るのが楽しみですね、はい、楽しみです、うん、なんか本当に産休の皆さんもすごい体が変わっていたので、うんうんうん、ぜひ皆さんにも、ね、やっていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ今日はあのヨガジェネスタッフのさくちゃんに来ていただきました、はい、どうも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。